赤道記念碑は、インドネシア共和国西カリマンタン州、ポンティアナック市赤道通りに混流されている。1928年、オランダの地理学者が赤道の測量のためこの地を訪れ、最初の記念碑が1928年3月31日に、カプアス川北岸を東西に走る道路脇の北側に混流された。一本の柱の上に、 赤道方向を向いた矢が取り付けられたものであった。その後、1930年に円と矢を組み合わせたものが取り付けられ完成した。1938年、建築エスアイレイブンによって4本の中上に2つの円と矢を組み合わせた記念碑が再建され、現在の記念碑の建物内に現存する。1990年、記念碑を保護するために、 ドーム型の建物が建設され、1990年9月21日に公式にオープンした。この建物建設にあたり、東西に走る道路は、記念碑の北側を迂回するように付け替えられている。4本の角柱の上に、2つの円と赤道方向を向いた矢のオブジェが搭載されている。東西方向の円には、建設当時、当地はオランダ領東、インド領内であったため、 オランダ語で赤道のイブンハー、南北方向の円には109度200オリガーが刻まれている。ドーム型の建物の上に1938年建立の記念碑を大きくしたものが建てられている。建物の四方がガラス張りになっており、春分、秋分には太陽がこの窓からドーム内の床を照らす仕組みになっている。建物の中には 1938年混流の記念碑が現存する。なお、夜間はドーム型の建物の頂点に組み込まれた照明がオブジェを照らし出す。ありがとうございます。